った。うん。ご協力お願いします。お気をつけ。念のためもう一度言っとくけどよ、制限時間内にテンションを20まで貯めないとダメだからな。時間内に貯められなかったら試練は失敗だぞ。超絶技ダイヤモンドラスト。おい、テンションはどうやったら早く貯まるか知ってんだろうな。コンボ、つまり連続して攻撃を当てると早く貯まるんだ。敵の攻撃を食らわずにガンガン攻め続けりゃいいってことだな。ダイヤモンドダストダイヤモンドダスト強気すぎりダイヤモンドダストダイヤモンドダスト。よっしゃ、ここまでは合格だ。試しに必殺技を出してみな。ダイヤモンドラスト。ここで決めるわ。リガースラッシュ。これまでのやつより強力だろ。じゃ早速実戦で試してみっか。ここからが本番だぜ。サクッとこいつをやっつけてみな。こいつには必殺技以外ほぼ効かねえ。ちゃんと必殺技でやっつけるんだぞ。負けてらんない。
んとかなったわね。あれ、ここには魔物はいないみたいね。ああ、あなたたち何を怯えているの？お前たち怖がらなくていいのよ。見ての通り私たちは魔物じゃないわ。きっとひどい目に遭われたのでしょう。さあ、はぐれていた娘さんをお連れしましたよ。待て、読めたぞ。後ろだ。気配を消して背後から襲いかかる。なかなか理にかなった作戦だ。安心してる場合じゃないでしょう。族長さんたち逃げて。わかりました。族長、走りますか。行けるぞい。マムドさん、この追いかけっこもそろそろ終わりにさせてもらいますわ。族長さんたち、もうちょっとよ。頑張って。休ませてくれ。では落ち着いて深呼吸しましょう。せーの、スーパー、スーパしましょう。せーの、スーパー、スーパー。ここで決めるわ。イガスラッシとりあえず、なんとかなったわね。よしっと。これで本当に魔物はいなくなったわね。うん。さあ、早くあなたの大切な人のところへ。ありがとう、皆さん。本当にありがとう。ディルク様、王自ら兵を率い我が娘を
そしてこの町をお救いくださるとは、わしは感無量でございますぞ。なんの、王として当然のことをしたまでじゃ。本来ならもっと早くに駆けつけたかったのだが、他の町も大変なありさまでな。やはり魔物たちの異変は世界中に広がっておるのですな。これは由々しき事態じゃ。族長殿、わしは世界を束ねる者として異変の原因を探り、魔物たちを元に戻したいと思っておる。どんなことでも構わぬ。何か手がかりになりそうなことを知っておらぬか。一つだけ心当たりが。我ら一族に代々伝わる太古の神話、封じられし闇竜についての伝承です。この世の最も深く暗き場所に眠りし闇の竜、その強き闇の力はあらゆる光を覆い隠し、あらゆる闇を増幅させる。その眠りを決して妨げてはならない。闇竜の目覚めは破滅の始まり、世界の調和は崩れ去り、永遠の闇に閉ざされる。フローラさん、あなた知ってるの？昔絵本で読んだ異世界の物語に同じことが書かれていたんですの。印象的だったものですから私覚えていて。不思議なこともあるもんですな。我ら一族に伝わる伝承もこのお嬢さんがそらんじたものと全く同じです。なるほど。次元塔の噴煙や魔物たちの異変に闇竜が関係しているかもしれないということか。つまり起こしちゃいけない闇竜が目覚めようとしているかもしれないってこと。おい、古い言い伝えゆえどこまで正しいものかは分かりませんが。闇竜の言い伝えは知っておったが、確かに世界の異変と何か関係があるのかもしれんの。だとしたら手遅れになる前に手を打たねば。あの、国王様。ん？私たちも皆さんとご一緒させていただけませんか。詳しいことはまだよくわからないけど、この世界で大変なことが起きてるんでしょ。放ってはおけないわ。でもいいの？あなたたちには一刻も早く元の世界に帰らなきゃいけない事情があったんじゃ。ええ、でもこの世界の事情を知ってしまった以上、私たちだけ知らんぷりなんてできませんわ。なんと清らかな心根の娘さんたちなんじゃ。心から歓迎するぞ。いざ共に進もうではないか。ありがとう。それじゃあ皆さん、改めてこれからもよろしくね。